ここは HP 建設本社設計部。今日は社員全員が出かけており、深野部長が留守を守っています。こんなに小さいのにビームソフトがサクサク動く本格的なワークステーションなんだから大したもんだよ。一方、出張先では、なんか小泉さんさ、ここの部分なんだけどさ、なんか設計変更した方がいいような気がするんだよね。確かにそうです ね、設計変更してみるよ。はい。ワークステーションが立ち上がった。何か起こったのか。八谷技師は RGS というリモートソフトウェアを使ったのでした。ビームデータを扱う場合には本社の高性能ワークステーションを使った方が高速に処理できるからです。 RGS は本社のワークステーションを標準のネットワーク経由でリモートアクセスしたり、複数のパソコンなどでリアルタイムに画面シェアをしたりすることができる革新的なソフトなのです。 HP 特許の HP3 圧縮技術がこうしたゲートを可能にしました。今度はプリンターか。はい。深野部長ですか？ああ。何かトラブルか？いえいえ、トラブルではないんですけれども、実はですね、ちょっと設計変更をしたいところがありましてですね。八谷技師は大判プリンター用クラウドサービス HP デザインジェット e プリント&シェアを使ったのでした。これを使えば印刷データをクラウドにアップロードして、プロジェクト関係者の間で大判図面や CG パースなどを共有し、印刷もできるのです。さらにスキャナー機能を使えば、書き込みのある図面のようなアナログ情報もデータ化して共有することが可能になります。 RGS は Windows 8搭載のタブレット HP Elite Pad 900でも使用できます。そうだな、ここは少し修正した方がいいな。 RGS を使えば、離れた場所にある PC やタブレットなどからワークステーションにアクセスし、ビームデータの編集など処理の重たい作業も行えます。さらに e プリント&シェアを使い、即座にプロジェクト間で共有できるので、迅速な対応、工程の短縮化が期待できます。いかがですか？ RGS e プリント&シェアを使った建築現場のソリューション、これらのサービスは HP のワークステーション、対応した HP の大判プリンターをご利用の方に無償でお使いいただけるサービスです。このサービスを利用すれば、遠く離れた場所からの作業も可能とし、さらには最新の図面やデータも即座に共有、作業効率の向上、コスト削減といったことも期待できます。今までのワークフローを劇的に向上させる新しい建築現場の形です。